スケベジジイ。いや、それなりにちょっとこの辺を掃除しといてくれ。で、この布団もちょっと干しといてくれよ。嫌です。こんなエロ本見て、酒飲んで、オナニーばっかして、もうほっと嫌。もう。臭いし加齢臭振りまいて、ほんと勘弁してくださいよ。ああ分かったよ。ほんとムカつくな。24時間やってる居酒屋で飲んできてやる。ふん、酔っ払って帰ってきたら家入れませんからね。夜勤だっけ。遅いな。どこ行ったんだ。いない方が静かでいいんじゃない。そんな冷たいこと言うなよ。俺の親父だぞ。けどお父さんいたらエッチもやりにくいし気も使うし、出てってもらえないかしら。親父だってさ、お袋と離婚して大変なんだよ。部屋も余ってるしさ、いいじゃないか。でもね、セクハラしてくるのよ。それに、加齢臭も臭いし。分かった分かったよ、なんとかするから、頼むよ。飲みなさい。お父さん、その人は。おお、居酒屋でな、ちょっと気が合っちゃってな、もうちょっと飲もうっつって連れてきたんだよ。こんにちは。あ、もう、これ、すいません。なんか、ここになったらいいんじゃないか。いいんですか。ここでな、ここでいいじゃないか。ちょっとやめてください、ちょっと迷惑です。すぐ帰りますか。まあ、いいじゃないか、一杯だけだからさ。この人もさ、寂しい独身らしいんだよ。なんでも同棲してた女に金持って逃げられてな、そんで探してるらしいんだ。もう3年前のことですからね、見つからないと思いますよ。奥さん。お父さん、帰ってもらって。まあまあ、そう怒るなよ。お父さんも母さんと別れて寂しいんだよ。そうそう、な、一杯だけだからさね、一杯だけ。座ってください。いいですか。飲めなさい、飲めなさい。これでいいや。ね、私、洗い物してきて。よいしょ。お前何だ、これ。お茶です。どうも。グラスなかった。グラスだよ。あ、すいません。グラスさん、私の逃げた女、キャバ嬢だったんですけどね。いい女だったんですけど。あ、すいません。でも気が強くて、エッチの方がすごいうまかったですで、名前なんて言うんだ。確か本名かどうかわかんないんですけど、伊藤舞とか言ったっすかね。まあ、源氏なだと思うんですけどね。あ、じゃあいただきます。おー、頑張る。じゃあ、どうぞ。そういえばよ、美香さんの旧姓は伊藤じゃなかったっけか。父さん、
確かにそうだけど、ミカはそんな女じゃないよ。キャバ嬢だっていろいろいるしさ、ミカは献身的でいい女だよな、ミカ。はい、そうですよ。私の逃げた女、奥さんみたいに優しい人ではなくて、キャバクラでも美人だったんですけど、不愛想で接客には向いてない女でしたよ。いや、人の嫁もね、不愛想でね、実は特に俺に対して冷たいんだ、これが。そんなことないですよ。私の逃げた女、そうでしたけどね。ああ、そうなんだ、勝手なんて言ってるな。いや、いやー、ジオさん、気が合いますな。そうですね。ちょっと、開けちゃって。あ、いいんすか。もっと飲む。よいしょ。いい飲みっぷりだ、これ。私、お風呂入れてきます。ああ、すいません。こんなもんかな、とりあえずね。父さん、ミカがあんなに怒ってるのに、父さんがセクハラするからですよ。今日も言ってましたよ。すごい怒ってましたよ。それはお父さんいけませんね。どうかな。ちょっとお手洗い借りていいですか。あ、トイレね。トイレの廊下出てね、右んとこ。あ、本当ですか。じゃあちょっとお借りします。お前な、何がセクハラで大げさなことを言いやがって。大体な、あんな短い姿でうちの中うろうろしてみろ。家族で見たくなるだろ。ミニスクから出たケツが相変わらずやらしいね。あんたしつこいよね。そんなしつこいところが嫌いなんだけど、蛇みたいな顔してほんと気持ち悪い。だいたい3年前の話よ。相変わらずきついね。でもそんなきついお前がぶち込まれるとド M に変貌するっていうのは誰も知らねえよな。え？おい。おう。すみません、お邪魔しました。あー、いい。何もお構いできないでね。またお父さん飲みましょうよ。うん、また。ぜひ。じゃあすみません。失礼します。どうしたの、ね、美香さん。昨日みたいに変な人連れてこないでくださいよ。変な人ってまた随分厳しいね、おい。まあ、確かにこれ来るのはちょっと変だよな。ミカの言ってる変な人かもしれないの。ね、父さんダメだよ、ついてきちゃセクハラもね。ああ、わかったよ。俺も確かにな、ちょっと変だと思ったんだよな。いきなり親しげに話しかけてくるしな。でもまあ、ほら、無限にできねえだろ。それによ、俺もちょっと飲み仲間欲しかったしさ。ダメだよ、父さん。あ、そろそろ行ってこないとな。今日早く帰ってきてね。お、なんで。たまにはねえ。それにお父さん今日夜勤だしね。なんだかお前らいやらしいね。こんな話聞いたらまたセクハラしたくなっちゃって叱られちゃうな。やめてください、そんなこと。ああ、俺もちょっと出かけるわ。パチンコでも行ってよ。その後そのままあれだ、夜勤に行ってくるわ。え、お父さんもう出かけるんですか。うん、嬉しいだろ。どうしたんだよ、いつもだったら出てけって言うじゃないか。本当はもしかしてセクハラしてほしいのかな。ん、やってください、そんなことないです。冗談だよ、ね、おい、ちょっと駅前まで一緒に行くか。じゃあ行ってきます。行ってきます。
え、行くぞ、お前。今開けます。疲れてるって言うんでしょ。寝てくださいよ。何かあんのか。何でもないです。ますます怪しいね。なんだよ、何かあんだろう。なんだ。いや、もう本当こっち来ないでください。なんでだよ。いや、ハレーシューはするからです。ん、おかしいな。なんだよその言い方。なんかあんだろう。え、いや、それは、それはさて、そろそろ行けるかな。あ、お出かけんのか。あ、うん、停止。あ、気をつけてね。いいよ、いいよ。いや、うん、大丈夫、大丈夫。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。お父さん、今日パチンコ行かれないんですか。今日、うん、おお、この前負けちゃったからさ、金ないんだよ。それに昨日あんなことあったからさ、今日も見たいなぁ、ミカさんのあれ。やってください。ご飯作りませんよ。だって見ててくれたのミカさんじゃないか。そうですけど。で、パチンコ行かれないんですか。だって金ないんだもん。これで。ん、行ってきてください。パチンコ小遣いくれんの。へえ、こんな小遣いなんてもらうの初めてなんですけど。小遣いあげますから、セクハラもしない、昨日のことも言わない、そしてパチンコに行く。いいですか。はいはい、わかりましたよ。パチンコね。じゃあ行ってきますよーと。はい、しょ。
な、何してんだ。え？何してたんだ。